世界の地質クシールドプラットフォームファンローゾーク、オロゲンベースンラージ・イグニアス、プロビンス・エクステンディット・コンチネンタルクラスト海洋、地殻の年代、0 20-2065-65マ地質とは、地面により、下の岩石、地層の性質、状態、種類などを指す。地質学は、これらを専門的に研究する学問である。地質の研究において、 得意な化石や鉱物が発見されることも、ままあるが、主たる対象は、岩石とその相乗の構造である地層である。逆に、考古学や古生物学の知見から、地層の年代の特定が行われるなど、隣接分野からの知見が、地質に関する知見を広げることも多々ある。2007年3月13日、日本の地質関係の組織、学会が、発起人となり、 5月10日を地質の日と定めた。1876年5月10日にベンジャミン・スミス・ライマンらによって日本で初めて広域的な地質図である日本エゾ地質要略の図が作成されたこと。1878年5月10日に内務省地理局地質化が定められたことによる。ありがとうございます。